こんにちは、コウジです。今アウターの注文やってるんですけれども、このプリント専用メーカーのアウターですね、これがですね、裏地ここつながってないやつが多いと思うんですよ。でこれの理由がですね、この裏地元プレスしちゃうと、この裏地のメッシュの編み目が上に浮き出ちゃうんですよね。で生地自体にメッシュの編み目模様がついちゃうので、それをつかせないようにこのメッシュの編み目を避けてプレス機に入れる。メッシュと表地の間にプレス機が入る。こんな感じでやるためにこのメッシュの底がくっついていない状態です。こんな感じでね、メッシュを避けてプレスすることによって、この布目にこのメッシュの模様がついちゃったりしないっていうことですね。このままやっちゃうと、どうしてもメッシュの跡がついたり、あとプリントシート乗っけてプレスした時にプリントシートにそのメッシュの形が浮き出たりするんですよ。であとこれ背面はいいんですが、じゃあこの胸ロゴとかどうするのってことですけれども、これ胸のところはこういうふうにいっぱい縫い目とかポケットの段差、裏地とかがあるんで、例えばここそのままプレスするとこのポケットの線が表に浮き出てきてしまいます。であとこの布の切れ目なんで、ここをプレスしない、ここをプレスするとこの折り返しの縫い目のとこがテカテカにテカってしまいます。なのでこれだけ、このポケットの裏地の位置からこんだけの範囲だけをプレス、しかもこの裏地を避けたいっていうので、僕の場合はここにこれ入れてます。でマットの大きさいろいろあるんですが、今ちょうどこの A4 サイズだったらぴったり、このポケットの縫い目も避けれるんで、ここにポケットの縫い目があります。でポケットの縫い目も避けてうまいこと入ります。でこの入ったやつをこのマットごと持ってここに置きます。でここに縫い目、ここに縫い目があるので真ん中に置かずに少し台から外したところにこれを置きます。でここにちょっと椅子あるんですが、これはこの袖とかの重さでズリッと落ちないようにね、こうやって乗っけとくだけでもだいぶ変わります。でこれで、段差、縫い目すべて避けて、表地の下にシリコンマットという状態でセットできました。でこの状態でプレスするんですが、これだとこの部分だけにプレス圧が集中しちゃうので、他の部分高さ合わせてプレス圧を分散させます。でこれちょっとファスナーの保護ね、こんな感じでここにプリントしたいものをセットしてプレスって感じですね。でプリント前の処理的なことは、撥水対応だとたわしかけるなりエタノールでちょっと拭くなりして、一時的に撥水機能を低下させて貼る感じですね。予備プレスしましたが、このマットの形の跡は若干出ますけれども、縫い目の部分がテカったりとか縫い目が表に浮き出たりとかはありません。まあこんな感じで工夫してやっていくしかできないですね。でですね、プリントウェアメーカー以外のものはこの裏地は全部下とつながってて、もう縫い合わせてあるので、この間にプレス台を入れるっていうことができないんですよ。なのでもうこれはこのまんまプレスするしかないですね。モフモフね、モフモフ全部潰れちゃうし、で下手したらこの裏地のデコボコの跡が表面に浮き出てくる可能性はあります。なので極力このプリントウェアメーカーのアウター以外は断るようにはしています。できた結果ね、やっぱりご不満があってクレーム入っても困りますし、なのであらかじめそういうことがありますよっていう条件をつけた上で OK ならする場合もありますけれども、まあ基本的にはこのプリントウェアメーカーの裏地がちゃんと分割されているものを使いたいですね。あと1点大事なことを忘れてました。これ裏地を避けて台にセットすると
表地の下がプレス台になりますよね。でこの状態で例えばこれをプレスするとします。あ、これ石川県の海岸清掃チームのロゴね。でこれをプレスしたとすると、このポリエステルタフタという生地がものすごく薄いので、糊が下に突き抜ける場合があるんですよ。でその場合ここに糊がべっとりとついて、次 T シャツセットした時にその T シャツと台が張り付いたりとか、いろいろ不具合が起きるので、これをセットする場合は間にこの切ったシリコンペーパーを入れてやります。シリコンペーパーはずれやすいのでセットが時間かかったりしますけれども、こうすることによってプレスして抜けた糊がシリコンペーパーで止められるので、これだけはちょっと忘れないでやった方がいいですね。